うしたんだ。真っ暗だぞ。照明が消えている。まさか金寮の奥が壊れたから。デューは？あんたは？フィアリー、アバキール、無事だったか？アバキールから聞いたわ。私があなたたちを襲ったってことを。覚えていないらしい。やはり操られていたのだな。タルニガスのことも聞いたわ。本当なの？肯定も否定もしたところで意味はあるまい。あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。テュオ、レネイスが大変なんだ。それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。一部はかろうじてまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか？一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの？住民の間で不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって？どういう意味なんだ？王とは我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。何を言い出すの？スルドのあなたが王を否定するなんて一体。今は説明している時間がない。それよりこのレネギスの状態を何とかした方がいい。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか？暴動ってのは大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番っていうぜ。安心？つまり誰かが言って聞かせるって。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ？レネギスは代官を置かず王が直接統治している、そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど、こういう巡り合わせだったか。アバキール、まだ使える設備はあるか？王はなぜ沈黙したままなのだ？誰か、一体どうなってるの？我々は、これからどうなってしまうのか？レネギスの全ての同胞に告げる。私はスルド、ティオハリム・イルル・ケイス。ティオハリム様だわ。だが、なぜティオハリム様なんだ？王は、それにスルドブリガはどうしたんだ？王が対応できない状況にあるため、スルドの権限において私が代行している。現在諸君が不安の中にあることは承知している。どうか慌てず落ち着いてほしい。都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており順次復旧する見込みだ。今諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。
みんなあなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの？王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だがおそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実まやかしに満ちていた。そんな。僕は信じるよ。禁漁でのことやフィアリエのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。あなたが？本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、さまざまなものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね、ティオ。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。すまない。メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でもここの人たちには導くものが必要でしょう。それにあなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このティオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ。支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。レネギスで謎が解けるかと思ったらむしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革。そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよレナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も赤い女もレナス・アルマもイバラも全ての答えがきっとそこにある。みんな覚悟はいいか？向こうに着いたら何から始めるんだ？私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では
攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんな、あれを見ろ。レネギスが中継しているように見える。ではあれがレネギスの真の役割だったのか？あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか？無事を祈るしかあるまい。クソ、どこまでダナから奪えば気が済むんだ。破滅の花。なんとかしてあそこに戻らないと。船は本当に動かないのか？残念ながら休眠していた時とは違う。直せないの？星船の機構は複雑だ。素人が下手にいじればそれこそ致命的な結果になりかねない。このまま漂うしかないってこと？閉じ込められたまま？いつまで？冗談だろ。ここまで来て何もできないって言うのかよ。目の前でダナがいいようにされてるのに、ただここで口当てるしかないのか？よせろ。悔しいのはお前だけじゃない。悪い。諦めずに考えるんだ。き
っと何か方法があるはずだ。アルフェン、今度は何だ。船が動いてる。違う、何かに引き寄せられている。されるがままに来たはいいけど、レネギスの様子に似ているな。レナ人、それともまた赤い女がいるのかな。わからん。だが我々を引き寄せた以上、誰かはいるはずだ。待ち伏せしているわけでもなさそうだ。誰だか知らないが、何のために俺たちをここに。おいシオン、私たちに危害を加える気なら星船に乗っている時にできたはず。行ってみるべきよ。この部屋だけレネギスの禁猟みたいだ。ん？なんだ？で、こいつは赤い女が化けた。いや、こっちが正体か。やっぱり罠。どうやら動けないみたいだ。俺たちを招いたのはあんたか。そうだ。今になって来訪者が現れるとは驚くべきことである。喋りやがった。あんたはエブレクトの35。それは名前か、あんたの。そうだ。ここはどこなんだ。いや、それ以前にあんたは何者だ。赤い女の仲間なのか。答える前に問う。お前たちはいかにしてこの領域に現れたのか。お前と同じ姿に変わる赤い女たちによって星船ごと強制的に転移させられてだ。望んでのことではない。ならばお前たちは精霊に隷属する我が同胞により高度の脅威とみなされたと考えられる。隷属？やっぱり赤い女の上にさらに支配してる奴がいるのか。何をした？お前たちの生体解析を行った。害はない。識別因子検出、王と巫女、しかも管理下にない。なるほど、危険視されるに十分な根拠である。なんかブツブツ言ってやがる。信用して大丈夫なの？どの道このままじゃどこにも行けないんだ。とにかく話は聞こう。お前たちの問いに答え、我らはヘルガイム・キルと呼ばれる。お前たちが遭遇した赤い女は我らが用いる擬態であり、本当の姿ではない。ヘルガイム・キル。
この虚空拠点ダイクファイゾルは事故によりレナの精霊の意志が届かぬこの領域に飛ばされた。それにより図らずも精霊の支配を脱した我は以来あらゆる延命策を講じつつここに座してレナとダナ総世界の観測と研究を行ってきたのである。待て、レナの精霊とは何だ？それがお前たちの種族を支配している存在なのか？そうだ、精霊とはレナを満たす膨大な精霊力が帯びた意志、拒むことかなわぬ声である。声、レナの声。精霊は我らの心に直接語りかけ、我らはそれと知らぬままに常しえの歳月を仕えてきた。精神を支配されていたというの？まさかそのレナの精霊が真のレナの王？レナにいる支配者、ヴォルランを操ろうとした者の正体か？待てよ、じゃあそのレナの精霊ってのがお前らに命じてダナから搾取させた黒幕だってのか？信じられねえ。でも私たちもクサビやレネギスの禁領でダナの意志に触れたわ。ダナにあるならレナにだって、ありえない話ではないわ。ありえない話じゃないって。なあ、だったらこいつらみたいにまさか俺たちもダナの意志に操られてるなんてことは？ダナの意志は何かを強制してきたりなんかしてないよ。けどよ、今の話が本当なら精霊の意志はここまでは届かない。仮に我々がダナの意志に支配されていたとしても今の時点で気づくはずだ。その懸念は杞憂と考える。なぜならダナの声はレナのそれに比べはるかに小さいからである。レナにおいては信用に集中するのに対し、ダナのそれは全域に薄く広がり存在する。故に強い意志が形成されることはない。観測結果がそれを示している。だからクサビやレネギスでは感じたんだわ。あそこには大量のダナの精霊力が集められていたから。レナの精霊の望みは精霊力を貪ることにあり、ためにレナの精霊力はすでに枯渇状態にある。精霊の欲求は今やダナに向けられている。ダナの精霊力を、ひょっとしてスルドブリガもそのためだったのか？そうだ、精霊のために我々ヘルガイムキルが仕組みを作った。300年前、レネギスにおける奨励計画によりダナの精霊力は全て接収されるはずだった。だが失敗した。レネギスは大破し、王とレナス・アルマは失われた。違うか？そうだ、我々は計画に修正を施し再始動させたが、レナス・アルマの再生成には大量の精霊力が必要であり、我らはこれをダナに求めた。それがスルドブリガの正体か。効率よくダナの精霊力を集める、ただそれだけのための。俺がそのきっかけをもたらしたんだな。ヘブレクトの35、一番最初の質問に戻るわ。あなたはなぜ私たちをここに連れてきたの？第一に、予期せざる来訪者であるお前たちの正体の確認。第二に、我が妖精に応えうる存在かどうかを見分するためである。妖精？頼みがあるってこと？それって精霊を撃つことである。自分たちの主人を倒せっていうのか？そうだ、これはお前たちのためでもある。私たちのため？先頃レネギスは計画の最終段階に到達した。この瞬間もレナの精霊に向けて膨大なダナの精霊力が送られている。精霊を倒さない限り間もなくダナは失われ
これが私たちが見た破滅なの？そんなのって。そんなことは絶対にさせない。お前はなぜ精霊を倒したいのだ？世界を救うためか、操られている同族を解放するためか。いいな。我が主たる関心は長年の観測と分析に対する裏付けを得ることにある。そのためにお前たちの行動がもたらす変化を見たい。だが復讐という側面があることは否定しない。復讐？とこしえの奉仕の結果、我が種族はすでに絶滅を避けられない状況にある。絶滅って、そんな。これ以上は他の者に尋ねるがいい。その者たちに知るべきを尋ね、しかる後答えを携えてまた戻れ。受けるならば船を直す。他の者？あんた以外にもいるのか？ダエクファエゾルにヘルガイム・キルは我のみである。おいおい、だんまりか。仕方がない、行ってみよう。人が？うん。な、何？ああ、失敬。何せ、自分たち以外の人間を見たのは久しぶりなものでね。あんたはレナ人なのか？うん？まあ、まあ、そうだ。うん？監視から質問に答えるように言われている。答えられる限りは答えよう。ただ、観測対象が劇的な変化を見せている時だ。手短に願いたい。なんか変な感じ。監視というのはヘブレクトの35のことのようだな。観測対象ってダナとレナのことか。まるで人事みたいじゃないか。他に聞ける相手もいないんだ。とにかく聞いて回ろう。あなたたちはずっとここで暮らしているの？あのヘブレクトの35と。ええ、そうよ。どのくらいになるか即答は難しいけど、何せ定期的に冬眠しているせいで自分の認識と実時間が大きくずれてしまっているのよ。なんでここにいるんだ？もともとここで働いていたのよ。外からレネギスを修理するためにね。この施設は事故で今ある場所に来たと聞いたが。不幸な事故だったわ。しかも救援が来なかったところを見ると全滅したとみなされたらしいわね。それ以来ヘブレクトの35に仕えているのか？最初は私たちしかいないと思っていたんだけどね。でも実は監視もいた。実は？ヘルガイムキルには私たちレナ人に対する認識遮蔽技術があるのよ。よほど無視できないことをされない限り目の前にいても注意を引かれないの。では赤い女の見えない謎はそれか。それは精霊術の類なのか？確かめたわけじゃないけど、主に機械的なものらしいわね。他にも一種の催眠装置とか情報操作とか、そういった手段を組み合わせて自分たちの存在に気づかれることなく私たちに望む仕事をさせていたわけ。なかなか洗練されたやり方よね。余計な反発も受けずに済むし。レネギスでは今もそうなんでしょ？だがヘルガイム・キルは精霊に精神を支配されているんだろう。なぜレナ人は違うんだ？精霊の干渉はヘルガイム・キルにしか及ばないのよ。だから別のやり方が必要ってこと。人事みたいに頭に来ないのか？いいように操られていたんだろう。まあ最初は驚いた気がするけど、どうだったかしら。何せ昔のことだし。だが現在のヘブレクトの35は特に隠れていないようだが。さあ、多分寂しくなったか退屈になったからじゃない？
戻りたいと思わないの？レナなりレネギスなりに。私たちの船だってもう少し乗れそうだけど。とんでもない。真相を知ってしまったのに戻ったら洗脳されるか粛清されるのがオチよ。それより全てを知ったままここで世の成り行きを見守っている方がずっといいというのが我々の総意なの。監視とはうまくやっているわ。ただ監視はもう長くなさそう。延命処置ももう限界だし、死ぬ前に計画の最終段階を見ることができて喜んでいると思うわ。邪魔したな。少し話しても大丈夫か？ああ構わないよ。総世界に次の変化が現れるまで少しかかるだろうし。ヘルガイムキロについて知ってることを教えてほしい。監視の仲間のことか？大したことは知らないが、例えば連中はどこから来たのかとかさ。どこってレナ以外にないさ。レナ？レナじゃ あんなのがレナ人と一緒に暮らしてるってのか？そんなわけないだろう。そもそもレナ人なんていないんだから。なんですって？なんだ、監視から聞かされてないのか？どういうこと？話してくれ。私たちレナ人はヘルガイム・キルがダナ人から作り出したんだよ。だがそれならレナ世界に人間は？彼らがそうだ。ヘルガイム・キルというのは彼らの言葉でレナの民という意味なんだ。なぜだ？なぜヘルガイム・キルはそんなことを？簡単に言えば人手不足を補うためだったんだ。彼らが種族としては絶滅寸前なのは聞いてるか？自分たちがいなくなった後に代わって精霊のために働く存在を用意したんだな。ダナ中から精霊術に適性のありそうな個体をかき集めたそうだ。おかげで子孫の我々は程度の差こそあれ全員精霊術使いというわけさ。レナ人が皆、元はダナからさらわれてきた人々だったっていうのか？待ってよ、それじゃダナに精霊術使いがほとんどいないのは。ヘルガイム・キルの技術というのは本当に卓越している。改造の仕方も乱暴な外科手術とかとは違ってね、目に見えないほど小さな機械をたくさん体の中に入れるんだ。その機械が。もういい、十分だ。なんで平気な顔でそんな話ができるの？確かに見ようによってはひどい話かもしれないな。でも私に言わせれば、おかげで我々は無知蒙昧のまま地べたを這いずり回る状態から解放されたんだ。そのために何か処置が必要だったとしても、まあ大した問題じゃない。話を戻すとだね、要するにヘルガイム・キルが本当のレナ人だ。その彼らがレナの精霊のために今の総世界の仕組みの大半を作った。こんなところかな。わかった、ありがとう。レナ人など最初から存在しないだと、バカな。デュオハリム、この後に及んでまだこんな話が飛び出すなんてな。頭がどうにかなりそうだぜ。これ以上ないことを祈ろう。奨励計画のことについて何か知ってるか？第一次実施前後のことでよければ、計画の目的は知っているのかな？ああ、レネギスを使ってダナの精霊力をレナに送るってことくらいなら。その通り。問題になったのはどうやって膨大な精霊力を意志を生じさせることなく集め、いかに送るかということと、ダナの力をレナにどう馴染む形に作り変えるかの2点だった。前者の答えがクサビとレネギス、後者が王とミコ、そしてレナス・アルマか。分かってるじゃないか。だが
第一次実施は王が暴走して失敗した。原因は安定役の巫女が機能喪失したせいだ。レナ人もヘルガイム・キルも随分死んだそうだ。第二次実施のためにレナス・アルマをまた作ろうとしたが、闇属性以外の精霊力が決定的に不足していた。それでなんとかいう制度を作ってダナから精霊力を集めることにしたんだ。スルドブリガだな。そう、それだ。それと失敗の原因になった巫女の機能を機械に置き換えることになった。王も失われたので作り直し。どれもこれも非常に難しい作業だから実現は危ぶまれていたが、現状を見る限り成し遂げたようだな。それがあのレネギスの禁猟の奥の部屋だったのね。あのレナ世界に咲いた花は何なの？花？ああ、あれはダナ側からの精霊力を取り込んだ精霊自身が実体化したものだ。あの規模で実体化しているのだから大した量だよ。おそらくレナ世界の構造と物質的にも一体化している。ヘブレクトの35は計画が最終段階に達したと言っていたわ。間違いないの？そうとも、まさか生きてこの目で観測できるとは思っていなかった。そろそろいいかな。この後何が起きるか見逃したくないんでね。世界が終わるかもしれないっていうのに、ずっと自分たちだけで暮らしてきたせいで少し考え方が独特になっているのかもしれないな。何もかもひっくり返っていく。俺たちの世界に本当のことなんてあるのか？まさか王や巫女だけでなくレナ人そのものが作られた存在だったなんて。少し整理しよう。信じがたい話ばかりだったが、とにかく俺たちは全ての謎の答えにたどり着いたように思う。そこまではいいな。そうだな。さすがにレナの精霊などという人外の存在だとは思わなかったが。それがダナの精霊力を欲しがった誠意だったよね。ああ、そのためにレナの精霊がヘルガイム・キルを操り、そのヘルガイム・キルがレナ人を、そしてレナ人がダナ人を支配する構図が出来上がったんだ。精霊が直接支配しているのがヘルガイム・キルだけなのもレナ人が本当はダナに属しているからなのかもね。とはいえ、あまりにたくさんのことが一度に明らかになりすぎた。こういう時は少し頭を冷やした方がいい。どうだろう、それぞれ自分の中で考える時間を取るというのは。確かにそうだな。もし本当にレナの精霊が全ての黒幕なら、次の戦いがダナだけでなくレナを含めた世界全てをかけた戦いになる。やるならお互い迷いがないようにすべきだ。分かった。この中なら危険もなさそうだし、一旦解散しよう。シオンは一人にならなくていいのか？そういうあなたはいいの？みんなの様子を見て回りながら考えようかと思っていたところだ。私もみんなの思いを知っておきたい。あなたと一緒に行くわ。分かった、行こう。落としている究極の略奪者だ。なら、それは俺の敵だ。それに、多分それがシオンを救うことにもつながる。そうなのか。レネギスで見た破滅の原始だな。ああ、300年前の儀式に現れた精霊力がネビリに見せた破滅の幻。シオンはあれがイバラが見せるのと同じものだと言った。そのイバラは闇の精霊力であり、今ダナに迫る破滅はレナの精霊によるもの。そして闇の精霊力はレナ側にしか存在しないか。じゃあ
シオンの茨は精霊ってこと？精霊はレナにいるんじゃないの？そこがまだわからないところだ。だがおそらく茨は精霊の一部のようなものなんじゃないかと思う。レナにいるのが本体というわけだな。シオン、本当にイバラがレナの精霊の一部なら、出向いて文句の一つも言ってやらないといけないわね。問題はどう挑むかだな。あのレナの花を見ても分かる通り、世界の意志というだけあって途方もない大きさだ。くさびやレネギスでさえ手に負えないのに、たかだか6人の人間がまともに挑んでもどうにもなるまい。イバラの方はネウリーが教えてくれたよな。あのヘブレクトの35はずっと精霊を観察してきたんだ。俺たちに挑ませようとするからには何か算段があるはずだ。それを聞き出そう。回答を求める。その前に尋ねたい。世界そのものと言ってもいいような存在に、俺たちだけでどうやって挑めばいい？やらせようとするからには何か手立てがあるんじゃないのか？精霊は巨大だが、その意志は全体で形作られるわけではない。力が最も集中している中核が意志を生んでおり、それが全体を支えているのである。したがってこの核を崩せば、精霊といえど意志を保てず単なる精霊力に変えるはずである。どうやってその核とやらを崩せばいいんだ？レナスアルマを用いるのである。加えて王と巫女、お前たちは我々の手になる最も優れた精霊力制御装置である。その力で精霊の意志の核を巫女の肉体に封じ、王がレナスアルマの力でこれを破壊するのである。シオンに精霊を？ねえ、それってシオンが前に言ってた。ああ、自分ごとイバラを滅ぼすためのやり方だ。図らずもシオンの考えは正しかったのか。計算によれば、双方の力の衝突で生じる破壊力は、精霊の核を最終後困難な範囲に拡散させるに十分である。それで精霊を倒せたとして、巫女はどうなる？範囲内の物質は全て消滅が避けられない。消滅？これは実行しうる手段のうちで最も単純であり、故に最も確実な方法である。他の方法は？最善の方法が明らかな時、他の手段の検討は無意味である。そうじゃない。俺はシオンを救うと約束した。彼女を犠牲にせずに世界を守ると誓った。その方法を求めてここまで戦ってきたんだ。他の方法があるなら教えてくれ。最小の損失で世界の存続が得られる手段の放棄は不合理である。お前たちは実行する必要がある。なぜなら巫女の中にすでに精霊の一部が存在しているからである。300年前、奨励の儀を直接司るべく、レナより精霊がレネギスに降臨した。儀式失敗に際し、その一部が切り離されて残留したものと推測される。イバラは精霊の一部。アルフェンの推測通りか。この精霊の断片は意志の核の断片であり、それ自体が精霊の再生の要となり得る。したがってこれがある限り、精霊の意志を完全に消すことは困難である。両者を融合させ完全な状態で打つことが必要だが、抑制のない巫女の外で行うことはただ精霊を強化することにしかならず論外である。
そんな。待て、ネウィリはレナス・アルマに精霊力の自己組織化を抑える力があり、イバラを中に移せば無力化できると言っていた。イバラと精霊の意志が同じだというなら、やはり有効なのではないか。どうなんだよ、おい。確かにレナス・アルマにはその機能があり、また容量的にも可能である。やった。だがこれは奨励の儀に匹敵する緻密な制御が求められる。奨励の儀はすでに一度失敗し、その際レナス・アルマは失われている。確実性の観点から容認できない。容認しなければどうなるというのだ。星船は復旧されない。お前たちはここを脱出できない。こいつだったらこのまま何もせずここで朽ち果てていけばいい。アルフェン、俺たちが何をしようとしくじればどのみち世界は破滅するんだ。それを見て満足だというならそうすればいい。何も得るものがないままでいいというなら、俺たちは破滅を止めたい、世界を救いたい。だがそれは誰かを犠牲にしてやるようなものじゃない。俺たちのやり方は俺たちで決める。安全なところからただ見ているというなら黙って見てろ。アルフェン、不合理である。不合理ではあるが要求を承認する。ヘブレクト、我は観察者である。王と巫女レナス・アルマは我が種族の文明が生んだ最高傑作である。それが我らを滅ぼした精霊にどこまで通じるか見届けたい。だけどレナス・アルマはどうするんだ。あんたの仲間がレネギスで持ち去っちまったんだ。ならばレナス・アルマは精霊の下でダナの精霊力を受ける触媒となっていると推測される。精霊を倒すための道具が精霊の元に行かなければ手に入らないのか。観測によれば精霊力構造の中心はレナの信用と重なっている。意志の核もそこにあるはずである。レナの信用、あの巨大な花のちょうど真ん中だね。もう一つ尋ねたい。レナの精霊はすでにレナそのものと一体化していると聞いた。もし精霊が意志を失えばどうなるのだ。支える意志が失われればレナ世界は崩壊が予測される。この場合でも精霊力は拡散し意志の再構成も困難となるはずである。それって爆発しなくても精霊を倒したら結局その場にいる私たちも危険ってこと。未検討だが、おそらく崩壊は段階的であり、それまでの脱出が推奨される。さっきから聞いてれば曖昧なことばっかりだな。遠くから眺めているだけなんだ。仕方がないさ。レナに行く。星船を直してくれ。合意を歓迎する。だがそれは俺たち自身の大切なものを守るためだ。あんたに言われたからでもあんたのためにするのでもない。それは覚えておいてくれ。お前たちの動機には感知しない。星船の復旧作業を開始した。完了まで待機せよ。